天気予報です。こちらは今朝の新橋駅の様子です。冷たい雨と北風で朝から気温が下がっています。関東はこの後も一桁のところが多く、真冬のような寒さでしょう。今日これからの予報です。全国的に雲が広がります。西日本は沿岸を中心に雨が降り、東海も夜は雨のところがあるでしょう。関東は日中ところどころで雨となり、夜は広い範囲で降りそうです。北海道の日本海側は雪や吹雪となるでしょう。週間予報です。東京は明日の昼ごろまで雨となりそうです。この先も日本海側は雪や雨が降り、太平洋側は晴れる日が多いでしょう。天気予報でした。